まあそれにしてもね、ねあのここ最近気になってたのが、やっぱその愛知県のね愛知県知事のリコール署名っていう問題が、ですねまあこれがその、まあ、署名が偽造されたものだったと、ほとんどがね,ね、しかもこれがその九州、えー、福,岡福岡じゃないですか、佐賀県の佐賀市。 の、あ、なんかこう、そこでバイトを集めてですね、こう、署名を偽造させてたっていうね、それもしかも広告会社を使ってということで、まあ、これを、まあ、誰がその広告会社に頼んだのかっていうのもですね、まあ、すごく、そのお金の流れっていうのが分かればですね、まあ、一発でわかるわけですから、まあ、それがこの今朝の、えー、この中日新聞ですかね、まあ、載ってたのがですね、これ、あの、まあ、あくまでも、 愛知県警の任意聴取に応じた、えー、広告会社の人によればですね、これ事務局長、えー、リコールの署名を、あの、事務局からですかね、なんか発注、えー、されたんだっていうふうに、まあ、主張していると、えー、ということで、まあ、これがどういうふうになるのかなと思んで、まあ、一方、事務局は否定してるんですかね、事務局長の方ですかね。う まあでもこれはやっぱほんとその、深刻な問題っていうかですね、やっぱその民意を偽造して、愛知県知事のね、この大村秀明知事を辞めさせようとしたと、リコールしようとしたっていうことはですね、やっぱこれ、あの、罪が重いっていうか犯罪なわけですよね、これね。えー、懲役3年以下、 罰金50万円以下ですかね。なんかそういう風な、やっぱその、罪が重いと、えー、地方自治法でそういう風に決められる署名を偽造したら3年以下の懲役や50万円以下の罰金などと定めているということで、やっぱこれが重いと。で、これなんでその愛知県知事のね、大村知事をリコールしようかっていう動きになったと。 かといえば、やっぱその、愛知トリエンナーレっていうね、まあ、ここでその、表現の不自由点っていうのをやって、まあ、そこでいろんなね、あの、なんていうんですかね、まあ、言うたら、こう、 あの、右の人たちを刺激するような展示物があったということで、まあ、そこで一気に、えー、この、表現の不自由展に関わった、えー、人ですか、だったり、この愛知県知事、大村さんが、まあ、標的にされたということなんですけども、それを標的にした方っていうのがですね、やっぱその、まあ、整形外科の院長だったり、有名なね、ね、だったりですね、この河村隆史、名古屋市長でもあると、名古屋市長の 河村さんというのは、この、えー、署名運動を支援した方ですよね、まあ、だから当然、この責任というのはあると、この整形外科の院長もそうですけれども、やっぱあのこの偽造に関わった、関わってないの問題ではなくて、やっぱそのこういう問題が出た時の責任というね、しかもその署名の8割が不正だったと、偽造されたというか、えー まあ8割が不正というか、ちゃんとした証明として認められなかったわけですよね。まあ、そういう意味でもかなりね、やっぱこれはもう、なんていうんですか、民意をまあつ造したということで、やっぱその83%、えー、43万5000人分のうち36万2000人分というね、まあ、大体その7万3000秒ぐらい、 7万3000人分ぐらいの署名しか本物がなくて、他は全部36万、えー、2000人分はですね、まあ、有効と認められなかったということですから、もうこれ本当大問題だと思うんですよね。本当その民主主義に対する挑戦だというふうに大村知事も言ったみたいなんですけども、まあ、これを受けてね、その、名古屋市の河村市長支援、この署名運動を支援した河村さんは何を言ったか というと、とと、いう市長としても看過できないと、ね、真相解明を求めたいと、えー、警察にはぜひ逮捕してほしいということを言っているということで、まあまあ、大村知事もそうなんですけど、も、まあ、この河村市長もです、ね、真相解明を求めているというね。ええっていうね <laughs> 僕は思ったんですけど、いや、あの、まあ、まあ、それは真相解明をね、まあ、求めるのはいいことだと思うんですけども、まるでなんかどっちも被害者みたいなね、でそこがちょっと僕は、え、ななのかなっていうね、うん、やっぱこのバイトを雇ってまでこの署名を偽造させるっていうことやっぱ数百万かかっているっていうのは、 え、間違いないと。で、この広告会社の、まあ、社長もですね、数百万で受け負ったんですかね。で、そういう発注書もあると。ま、あいうことを主張していると、それは愛知県警に、えー、あの、任意聴取に行って、こう話したということですから、まあ、これはやっぱりね、問題はかなり、えー、僕は大きいと思いますし、やっぱその責任っていうのを、 ここのこの支援したね名古屋市長の河村さんだったり、です、ね、整形外科の院長だったり、ですねやっぱりちゃんと取るべきだと思いますね、今のこう謝罪とかそういうのっていうのは、今のところ僕はニュース見てる限りはそういうのはなさそうだと、ツイッターとかでもねうんあの、いやだからちゃんと責任を取らなあかんのに、なんかこう、いや、あのなんかこう、陰謀論的なね、誰かがやっ あの、勝手にやった、みたいなことで済ませられると、僕はやっぱちょっと、納得いかないというか、まあみんな誰も納得いかないんじゃないのかなと思うんですよね。で、この署名運動を、まあ、この支援っていうか、頑張れって言ってた人たちも、やっぱり、著名人の方っていうかね、著名人というか、その、右の方で、 著名な方たちってのがたくさん、あの、応援されてたわけですよね。ま、あの、小説家の方とかですか。えー、だかその人たちもなんかこのことについて何か言ってるのかなっていうね。うん、まあ、河村市長なんか僕も被害者だと言っているっていうね。で、誰が被害者なのかなっていうね、ほんまに <laughs>。みんな被害者っていうことは僕はやっぱり、 ちょっと考えにくいんじゃないのかなっていうねうーん。まあ僕はもう最初からこの署名っていうのは全然集まらないだろうと、集ま、集まったとしてもせいぜい12万人ぐらいかなと、12万から20万ぐらい集まったら、えー、すごいんちゃうかなっていうふうに、まあ言ってたんですけども、まあそれはなんでかというと、えー、署名の集まり具合が、 あの何々区とか何々市の2%から4%しかないということで、まあ、そこから行くと、まあ、全然集まらんだろうなというふうに見てたんですけども、まあ、それ以上、それを上回るぐらい全然集まってなかったとっいうね、と、えー、いう結果になったんですけども、まあ、本当なんか、これ、ちゃんとね、本当にあの、まあ、警察も動いたということですから、まあ、きっちり調べてほしいなというふうにあの思いますけどもね。 まあこれも誰も責任取らなかった。本当にね、まあ、あの、愛知県民というか、えー、どうなんかなと思うんですけども、まあでもこの名古屋市の河村市長もまあ真相解明と言ってるんでね、まあそれきっちりしてほしいなと思うんですけども、ただやっぱこの4月には名古屋市長選があるということで、まあそこへの影響もあるんじゃないかというふうに僕は思ってたんですけども、まあ昨日の中日新聞ですよね、この名古屋 の地元のね、中日新聞で、えー、いつもだったらですね、こう2月議会、2月の定例会ではですね、この河村市長というのはですね、出馬表明をし,あのしてたみたいなんですけれども、まあ、今回は見送ったと。 あの出馬を見送るには、出馬表明を見送ったということで、出ないわけではないと。えー、ただ、出馬するっていうこと、表明っていうのを見送ったということで、まあ、ここも報道陣に、えー、このリコールの署名と関係あるんじゃないかというふうにまあ聞かれたけども、まあ、それは関係ないんだと。まあ、言ってたけども、えー、出馬表明は見送ったっていうのもですね、まあ、これも大きいなと。うん やっぱ、あとね、この、まあ、とはいえ、名古屋市ではこの川村さんって圧倒的に強いわけで、その他の野党がですね、どういうふうな、あの、対抗馬を擁立考えてるのかというと、まあ、こっちも難航していると。えー、自民と民主、公明が協力して、候補擁立を進めてるみたいですね。で、あと、共産党もなんか独自の候補擁立。 今のところ、えー、市民団体の方が出馬表明しているだけということで、まあ、かなか本当ね、これがちょっと頼んないなというかね、他の党の擁立状況を見るとね、うんでもただ、この署名問題が本当にその、なんていうんですかね、こう えらいことになってくると、やっぱりこのいろんな方の責任が問われてくるっていうのは、この名古屋市長選にもですね影響はあるんじゃないのかなっていうね、まあ、そこが僕はあのすごく気になってますけどもね。